昔、火種は一年中絶やしてはいけないものでした。そして、その火種を絶やさないようにすることは、その家のおかみさんの大事な仕事だったのです。凍えるように冷える大晦日の晩のことです。ある一軒の貧しい農家で、姑さんがまだその家に来てから間もない若いお嫁さんに話をしていました。のう、これからはあんたがいろりの火を絶やさんように気つけてくだされや。決して絶やしたらいかんで。へ。こうして、この世から、火種を絶やさんという習わしは、この家のお嫁さんの手に預けられました。若いお嫁さんは、その夜、いろりの火種が消えてしまわないかと心配で寝つかれませんでした。心配で灰を駆けのけてみると、火はとうに消えてしまって、冷たい灰の中には火種は一かけらもありませんでした。えらいこっちゃ。どないしよう。お嫁さんは、どこか近所で火種をもらえないかと、外に出てみましたが、隣近所は寝静まっていて、どの家も暗い闇の中にひっそりとうずくまっていました。お嫁さんはいい考えも思いつかず、悲しい思いだけがこみ上げてきて、じっとしていられず、真夜中の道を歩き出しました。誰か火いたいてはる。あの火もろてこ。本にすまんけど、火種を絶やしてしもたし、火種を分けてもらえんやろか。火種か。絶やしてしもたてか。そんでこの火種を欲しいてか。この夜中に。そんなに欲しいてか。
火種を切らしてしもたらもう家におられへん。もうおられへん。よしよし、わかった。火種はやろう。その代わり、その代わり、その代わり、我らの言うこと聞いてくれるか。火種さえもらえたら。もらえたら？どんなことでも聞きます。ついたのみやで。実はわしらの仲間の一人が死んだ。死骸をどないしようかと困ってた。明日、明後日、その次と三日したら取りに行くで。あんたんとこで預かってくれんか。預からしてもらいます。お嫁さんは火種欲しさに気味の悪い死骸を預かることにしました。家に戻っても死骸を隠すようなところはありません。仕方がないので牛小屋の上の藁置き場の中に隠しました。男たちからもらい受けた火種をいろりに用心深く生けると、嫁さんはほっとして床につきました。翌朝、年も明けてみんなで雑煮を祝っておりました。嫁さんはさっきから婿さんがしきりと牛小屋の方を気にかけている様子で、雑煮が喉に入りませんでした。どないしはった？どうもあそこにおかしなものがあるで。と見てくるわ。これはどうしたもんだ。あれ、まあ、それは。すみません、それは私が夕べ。何？お前が言うべ。こんなもの、お前どこで。これは、確かに夕べは死人やったのに。嫁さんは夕べ自分が火種を切らしてしまったことから、川のそばで火を焚いていた男たちに火種を分けてもらったこと、そして死骸を預かってきたことまで正直に話しました。そうやったんか。そんならその死人さんが金の塊になったんや。ひげ面をしてあったお人さんたちはきっと七福神や。おみそかの晩に七福神さんが年越しに来なはったとこへ、あんたが生きようって服をもろたんや。よかったよかった。
あんたはんの真心に福がついたんや。あんたは宝嫁や。それから後というものは、この家は見違えるように安楽な暮らしができたということです。